辞書猫のタングです。さあ今日もイメージで単語を捉えていくよ。さて今回のキーワードは spread と extend。 この2つの違いわかるかにゃ？聞いたことがない。藤岡くん大丈夫かな。 Hey everyone、 荒城紅です。藤岡正明です。さあさあさあ今日も頑張りましょう。はい、今回のキーワード spread と extend、 どういうイメージ？いやごめんよくわかんない。そっか、まあ spread も extend もね、どっちも日本語だと広げるとか伸ばすっていう意味なんだけど、おおお、広げるとか伸ばすね、うん、そう。でも spread と extend ね、まあ別々の単語だから、うん、それぞれ別々の意味もあるんだよね。あ、そうなんだ、うん、あでも今のさ俺のレベルじゃちょっとわかんないかな。落ち込まないで藤岡くん。じゃあ早速このキーワードの2つがどんな風に使われてるか見てみましょう。 English spread out globally across the nations。 What are they doing? They are going to extend the runway。 English spread out だから、うん、英語は広がってアウトしたって感じかな、うんうんうん、で2つ目がさ、エクステンドザランウェイだから滑走路を広げるってこと？まあそういうことだね、うん、でもさやっぱスプレッドとエクステンドのこう2つのニュアンスの違いっていうのがまだちょっとよくわかんないんだよね。そっか、うん、じゃあ先生と単語に聞いてみようか。うん、こんにちは、田中重則です。spread と extend、 日本語ではどちらも広げる伸ばすと訳されるけど、そうですね、ただしそれぞれのコアイメージをつかめばおのずと使い分けができるようになりますよ。んそうだそうだ、まずは spread のコアから見てみましょう。spread、 spread のコアイメージは広げるです。その通りです。畳んだものを広げたり何かを平らに伸ばしたりのようなニュアンスを持つのがスプレッドです。うん、例えば spread butter on toast だと、はい、この場合パンにバターを塗るということですが、パンの上でバターを広げるといった情景が想像できますよね。うん、それじゃあ she spread the rumor around のような表現は、はい、 rumor、 つまり噂ですね。噂を彼女がいろんなところに広げていったといった感じです。まさにスプレッドのコアイメージ通りと言えるでしょう。ふむふむ、それじゃあお次はエクステンのコアを見てみよう。エクステンド、エクステンドのコアは線的に伸ばすということなんだ。はい、そうです。エクステンドする対象はエクステンダーロープ、ロープを張るのように目に見えるものだけとは限りませんね。うん、例えばエクステンドデッドラインがそうだよね。はい、これは締め切りをエクステンドするといった例ですね。つまり締め切りを伸ばすということになります。うん、それじゃあエクステンドアハンドオフフレンドシップだと、はい、これは比喩的な言い方ですが、ハンドオフフレンドシップ、友情の手をエクステンドする、つまり友情の手を差し伸べるということです。うん、そうなんだな。スプレッドとエクステンド、わかったかにゃ。なるほどね。ほら、怖いイメージ、さっきのだとさ、うん、こうスプレッドはこうじわーっと広がっていく感じで、うん、エクステンドはこうまっすぐ伸びていくって感じだったよね。コアで捉えると全然違う単語だなってなんとなくわかるでしょ。うん、そうだね。それじゃあもう一度それぞれのコアを確かめてみよっか。うん、スプレッドのコアは対象の幅そのものが広がっていくっていうことだね。一方エクステンドのコアは線的に伸ばす。スプレッドのように幅そのものが広がっていくのではなく、まっすぐに伸びていくイメージなんだにゃ。藤岡くん、わかったかな？任してよ、もうバッチリだよ。お？ OK、まずはスプレッドのコアイメージを頭に置いて、さっきの例文をもう一度見てみましょう。English spread out globally
across the nations. English spread out globally across the nations. コアで説明してみてよ。Globally across the nations ってどういう意味？国境を越えて全世界的にっていう意味。スプレッドのコアイメージみたいに、こうなんて言うんだろう。英語はこうじわじわっとこう国境を越えて世界的に広まった。そうそう。って感じか。その通りだ。幅そのものが広がるイメージで、英語は発祥地のイギリスから国境を越えて広まっていったちゅうことなんだにゃ。それじゃあ次に extend の例をもう一度見てみましょう。What are they doing? They are going to extend the runway. They are going to extend the runway. これはどんなイメージ？The runway をエクステンドするつもりだって言ってんだよね。つまり彼らは滑走路を伸ばす予定なんだ。そうそう、good。おお、調子いいね、藤岡くん。この場合は滑走路を線のように伸ばしていく、つまり拡張するちゅうことからエクステンが使われているんだんな。なるほどね。good。はい、OK。Thank you, thank you。ここで spread と extend の便利なフレーズを紹介するね。まずは spread を使った例。地図を机に広げてくれますか？なんて時は、Can you spread out the map on the desk? Can you spread out the map on the desk? Spread には畳んであるものを広げるっていうニュアンスがあるから spread になるよ。次に extend を使ったこんな例。パスポートのビザを3ヶ月延長したい。なんて時は、I'd like to extend my visa for another 3 months. I'd like to extend my visa for another 3 months. 留学や仕事で海外に行くとき、覚えておくといいかも。どう？ためになった？それでは、spread と extend のイメージをつかんできた藤岡君に問題出すよ。Extend your arms toward me. Extend your arms toward me. これ実際やってみてよ。ベニちゃんの方に腕をエクステンドするんだよね。こういう感じかな。おお、すごいすごい。そのまま今度は。このまま？ Spread your fingers. Spread your fingers. 指をスプレッドするんでしょ？じゃあこうだ。そうそう、正解。はい、じゃあそのままで。このまま？ Now, extend your legs toward the camera. カメラ？じゃあこうして。こうかな。はい、そう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 。きついよ、この体勢つらい。OK、じゃあウォーミングアップはここまで。ウォーミングアップかよ。それじゃあいくよ。ゲー。You should help your mom the tablecloth. You should help your mom the tablecloth. この中に入るのは spread それとも extend？ テーブルクロスを広げるのを手伝うってことでしょ？ってことはこうなんか線的に伸ばすっていうよりはなんかこう。テーブルクロスなんだからこう広げてる感じだよね。そうだね。じゃあもう完璧だ。スプレッド。正解。スプレッドには畳んだものを広げるっていうニュアンスがあるからスプレッド。You should help your mom spread the tablecloth. 早く手伝ってきなよ。あ、はい、行ってきます。お母さん、お母さん。どこにいるんだよ。あ、お母さん。あれ、いないわ。Extend。 いかがでしたか。今週も意味の似ている動詞を2つずつ取り上げてきましたが、使い分けのコツつかめてきたでしょうか。今日取り上げた spread と extend、 同じ広げるという意味合いを持つ単語ですが、コアイメージは全く違うものでしたね。形が違えば意味が違います。一見意味が似ていてもそれぞれのコアを考えると違いがよくわかるはずです。使い分けつつ使い切るということをぜひ実践してください。今回のスプレッドエクステンどうだった？スプレッドもエクステンドも、俺ね知らない単語だったんだけど、ね、最初全然自信なかったもんね。ね、だけどやっぱ怖いイメージを見たらね、もうその違いバッチリ分かっちゃった。そっか、初め難しいと思ったんだけど、全然よし、じゃあ今週も乗り越えたから。そうだね。皆さん、はい、See you next week。 バイバイ。練習も頑張ろう。